仙台市立七北田中学校は、宮城県仙台市泉区七北、電磁東浦にある公立中学校。通称は、七中。本校は、戦後の学生改革により、新生中学校として、当時の七北田村に開校した。開校当時は、新生七北小学校の校舎の一部を曲がりしての、スタートであった。最盛期には、 生徒数1204名を数えるが、現仙台市泉区の団地造成に伴い、仙台市立小原中学校など多くの中学校が、同校から分離した。著名な卒業生として、フィギュアスケートの本田武史や羽生譲がいる。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震と一連の余震では、本校が位置する仙台市泉区内では、 最大で、震度6弱にも及ぶ激しい揺れにより学校施設が被害を受け、修繕工事が行われている間、近隣の学校の一部を曲がりして授業を行う措置が取られた。2019年、校舎にエアコンが設置された。縦に走る山の形は、強度の山、修例線が竹を表す。横に走る白線は、 泉が竹に源を発し、西から東へと、泉区を横断して、住民生活の浄水道、農業用水として、幾多の恩恵を与えている清流、寒川を図案化したものである。1950年より、学校公認の農藩公認休暇が取られた。当時は、畑、田んぼを、幸運期ではなく馬や牛で耕し、特に田植え、稲刈りの時期には、 家族総出で行われた。子供も中学生になると一人前と見なされ、朝から晩まで作業したため、3日間の休暇を与えていた。それでも、忙しい者には、非公式ながらも、ノーハン休暇を認めていた。特に1965年は、異常な人手不足のため、5日間を公認休暇とした。下記の人物はいずれもフィギュアスケート選手下記は、陸上選手。 ありがとうございます。